皆さん、こんにちは。ちなみです。iPadOS が登場して、アクセシビリティ機能の一環としてマウス操作がサポートされました。そこで以前、iPadOS をトラックパッド付きのキーボードでどこまで快適に使えるかっていう動画をアップしました。その時は iPad mini との組み合わせで使う時は、こちらの iClever の ICBK08 というこの Bluetooth キーボードを今後使っていくことに決めたという話をしました。iPad mini と組み合わせると、もうこのサイズ感で、重量としても iPad mini が 300g、こちらの ICBK08 が 206g ということで、合わせても 500g 程度の軽装備です。携帯性を何よりも重視するというときは、この組み合わせが最適というのは今も変わっていませんが、多少重くなるけども、より快適に作業できるという Bluetooth キーボードを見つけました。それがこちらです。レノボの Bluetooth ワイヤレス、それがこのレノボの ThinkPad Bluetooth Wireless トラックポイントキーボードです。製品名が長いです。これは現時点で iPadOS で使うには最適な Bluetooth キーボードなのではないかと考えています。Apple 純正のスマートキーボードフォリオよりも使いやすいと私は感じました。こちらはもう多分5年以上前に発売された製品だと思うんですけども、それが今年リリースされたばかりの iPadOS と組み合わせて最適に使えるっていうことでとてもびっくりしました。なので今回はこの ThinkPad の Bluetooth キーボードを iPadOS で使うとどれだけ便利かっていうことを紹介したいと思いますし、あといまいちな点もいくつかありますのでその辺も紹介したいと思います。普段 12.9 インチ iPad Pro 用のスマートキーボードフォリオを使っている同僚の川辺さんにこのキーボードを使ってもらって感想を聞いたので、スマートキーボードフォリオとの比較も紹介したいと思います。ぜひ最後までご覧ください。それでは行きましょう。まず良い点一つ目、それはこのフルサイズキーボードであるという点です。Apple 純正のスマートキーボードフォリオと並べておくとこんな感じです。もともと定評のあるレノボのキーボードです。キーとキーの間のスペースにゆとりがあり、とても入力しやすいです。キーの中心を外れて入力した場合でもぐらつきを感じさせない設計で、長時間のキーボード入力でも疲れにくいと感じます。ストロークも心地よいと感じる反発があり、とてもいい感じです。良い点二つ目は、チルト機能がついている点です。このようにキーボードの角度を調整することができます。これもスマートキーボードフォリオではできないことですよね。ちょっと角度がつくことで、とても使いやすくなります。次に良い点三つ目、このトラックポイントがとても使いやすいです。今までトラックポイントはほとんど使ったことがなかったですけども、最初から快適に使うことができました。iClever の ICBK08 では難しかったスプリットビューの細かいウィンドウの設定などが、こちらのトラックポイントでは指でやるのとほぼ変わらない操作感で使用することができます。またこれは他の Bluetooth キーボードでもできるので、ポイントとしてはカウントアップしませんが、コピー&ペーストなどのショートカットが使えたり、 Windows キーとタブを押せばアプリ切り替えもできます。ちなみに言語切り替えは、コントロールプラススペースかキャプスロックで言語を切り替えることができます。では次、良い点4つ目。ここに3つのボタンがついているんですけども、このボタン一つ一つに機能を割り振ることができます。デフォルトでは通常クリックがタップ。真ん中のボタンがホームに戻る。右側のボタンはアシスティブタッチのメニューを呼び出す機能が割り振られていました。その3つの機能でも十分便利に使えるのですが、さらに設定画面でこの3つのボタンの機能の割り振りを変更することもできました。なので私は頻繁に使うと思われるドックの呼び出しを右クリックで呼び出せるようにしました。では次、良い点5つ目です。ブラウジング時のスクロールがとても快適です。これは矢印キーとは別にページアップとページダウンのキーが用意されているからです。ブラウジング時に矢印キーを使ってスクロールするときは1文字ごとに画面が送られていくのですが、このページアップ、ページダウンを使うと画面の3分の2ぐらいずつ動かすことができます。これで縦に長いページでも快適に閲覧することができます。良い点5つ目、スマートキーボードフォリオよりも安く購入することができます。レノボの販売ページを見ると、現在は 11,880 円で販売されています。キー配列も日本語と英語両方用意されていて選択することができます。私は普段から US 配列のキーボードを使っているので、英語版を購入しました。以上、このキーボードの良い点6つを挙げました。では次に、このキーボードを使ってみていまいちだなと思った点を紹介します。
まずは重量です。418g あり、他の Bluetooth キーボードと比べてもやや重いです。12.9 インチ iPad Pro 用スマートキーボードフォリオは 406g なので、それと比べても少し重いです。ただこのサイズだからこその文字の打ちやすさというのもあるので、そこは許容範囲かなと私は考えます。いまいちな点2つ目、充電が必要という点です。スマートキーボードフォリオはスマートコネクタを経由して充電不要で使うことができますが、こちらはマイクロ USB を使って内蔵バッテリーを充電する必要があります。ただこの内蔵バッテリーでも約30日の駆動が可能ということで、そんなに気にならないかなと思います。スマートコネクタは充電なしで使えるというメリットはありますが、逆に言うと iPad と接続されてないと使えないという点もあります。Bluetooth 接続の場合はキーボードと iPad を離して使うこともできます。いまいちな点3つ目、iPad を立てるスタンドが別途必要になるという点です。こちらの ThinkPad の Bluetooth キーボードは当然 iPad カバーを兼ねたものではないので、カバーは別途用意する必要があります。ただこれも、風呂蓋的なカバーを別途購入すれば済む話かなと思います。では次のいまいちな点4つ目ですが、使用していてテキストを編集状態にするとソフトウェアのキーボードが出てくることがあります。外部のキーボードを使っているのでこのソフトウェアキーボードは出なくても良いのですが、ちょくちょく出てきてしまいます。出てくるたびに右下のボタンを押してソフトウェアキーボードを引っ込めているのですが、できればこのソフトウェアキーボードが出ないようになればいいなと思います。以上いまいちな点を4つ挙げました。ただ打ちやすさであったりトラックポイントの操作性の良さがあるので、これらのいまいちな点も十分打ち消せるかなと考えてます。Apple 純正のスマートキーボードフォリオよりも断然こっちの方が使いやすいと言い切りたいところなのですが、私はスマートキーボードフォリオを持ってなくて、電気屋でちょっと触って、あ、これはちょっとないかなと思ったぐらいなので、言い切ることはちょっと難しいです。なので普段からスマートキーボードフォリオを使っている同僚の川辺さんにこちらのキーボードを試してもらいました。その様子を動画で収めたので、ちょっと長いですが、ぜひご覧ください。どうぞ。では、初めてこの ThinkPad のキーボードを使う川辺さんです、はい。はい、よろしくお願いします。普段は、そのスマートキーボードフォリオ？そうですね、これを使ってますね。使っていますと。はい。一番上アシスティブタッチをオンにします。きたー、きました、きました。スクロールはどうすればいいんでしょうか。下とスクロールはそう、そのタッチポイントプラスタップ、はい、クリック。ああなるほど、うん、はははは、まあまあいいでしょう。はははは、なるほど、うん、はい。右クリックしたらこう開くようにするとかもできるんですよ。ああなるほど。あっていうかもう できてる。できてますね。何もしなくてもできてた。OK。これ便利でしょ。便利ですね。初めての文字入力。はい。うん。打ちやすいですね。いいでしょ。いいですね、これ。スマートキーボードフォリオと比べてどうですか？正直に。キーの入力はしやすいですね。うん、まず、あとこのキャッチ感というかストロークもすごく快適です。こっちはあんまりキーボードっていう感じではないんですよね。こっちなんか独特な打刻感ですね。そうですね、こちらの方がそうですね、よりパソコンライクというかもう普通に使える感じです。しかもスムーズに打てますね。これ文字選択しやすくないですか？はい。ああいいですね。指だとね、なんか難しいけど。なんか結構こうやってましたね、僕は。うんうん。でも、なるほど、これいいですね。最近だいぶ、ああなるほど。はい。選択はしやすくなりましたけどね。でも、なかなかいいでしょ。はい。私のサイトでございます。うん、スクロールは それ使うか、あとは矢印キー使うかって感じですね。ああなるほど。でちょっとでもいけるんですね。うん、矢印キーもその上下の矢印なら1文字ずつ送りで、
ページアップとかページダウンとかで、うん、ああこれはこれ快適ですね。画面の、うん、3分の2ぐらい移動できる、はい、なかなかいいでしょう。おお、快適快適。2パターンあるのもいいし、はい、快適で、例えばこいつをこうクリックします。うん、ああもうパソコンで見るみたいな感じですねこれ。おお、パソコンでブラウジングするのにもうほぼほぼ近い感じの。いい評価きました。はい、この F キーは、あ、一応聞くんですよ、ショートカットも聞きますね、うん、おお素晴らしい。あ、素晴らしい。軌道の調整とかもいけますよ。そうそうそう、だからほぼ画面に手を伸ばさなくても、はあ、なるほど、そのぐらいの距離感で。あ、これはスマートフォリオではできないですよね。あ、そう、スマートフォリオショートカットないんか。こういう操作はできないので、ファンクションキーがないんだ、ね、ないんです、ね、あ、そうかそうか。あ、これ便利ですね。うん、あのこれこうやってるとこうやるんですよね。そうなんですよね、こうやってで何かやるときはまたこうやってなんですけど、そうやったらもうなんならこう置いても操作できちゃうので。確かに 12.9 インチなら十分見れますもんねそう、こうなんでこうミーティングなんかでもこうやってできちゃうかもしれない。あ、なるほど、見てくださいみたいな感じで。スマートフォリオの場合は、はい、あれか、接続してないと。スマートフォリオはそうですね、 Bluetooth と話して使うことって、話して使うことないですもんね。スマートコネクターですもんね。そうですね。あれ、コネクターある？はい、一応ある。ああ、そこにあるんだ。なるほど。スマートフォリオじゃなくて、あのスタンドだけのやつもあるんで。うん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 。カバーだけの。カバーだけのやつを使って、キーボードはこっちでやっちゃうっていうのもいいかもしれないですね。これ。持ち運びも軽いです。軽快です。はい、ということで、川辺さんに使ってもらった様子でした。普段から使っているからこそ、スマートキーボードフォリオは iPad と接続していないと使えないという点や、スマートキーボードフォリオには、ファンクションキーがないという点に気づけました。これら2つのポイントも人によっては重要なポイントになりそうですよね。ということで今回はこのレノボの ThinkPad Bluetooth トラックポイントワイヤレス、ん？ということで今回はこのレノボの ThinkPad Bluetooth ワイヤレストラックポイントキーボードを iPadOS で使うととても便利という内容をお届けしました。携帯性はこの ICBK08 のような折りたたみ式の Bluetooth キーボードと比べると落ちてしまいますが、より快適に iPadOS を使いたいと考えている方や、スマートキーボードフォリオの購入検討をされている方にとっては一考の価値がある製品なのではないかと考えております。この動画が参考になったという方はぜひいいね評価で教えてください。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ではでは。